はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下達です。意外と好評の、大人クラブ、3月31日日曜日でございます。はい。今日のお題はですね、使ったら戻せでございます。はい。これはですね、黒沢楽器ドクターサウンドというね、クラシックギターの、を販売されている黒沢楽器さんのね、リペアブースにですね、貼ってあった紙を見て、使ったら戻せとかだったんですね。例えばチューナー、はい、こうギターさんにクリップしたままだとギターさんもこれね、カーとかいててててってなるんで必ず戻す、ね、ピックは私は首からぶら下げてますけど、ちなみにですね、何でもぶら下げるのが好きで、消しゴムをですね、紐つけてあります。はい、紐をつけておくとなくさないんですね。で、以前ですね、プロトタイプで、携帯今使ってっか、携帯電話に、ゴムの紐をつけてですね、首からぶら下げるようにしたらどうかなっていうアイデアを出したらですね、いつの間にか実用化されてまして、多分私が最初にやったんですけどね、こういうの多いんですよ。以前、ラジオコントロールカーって模型のね、会社で開発をやってましたよ。ディッシュホイールというね、いわゆるこう、まあ、お皿ですね。スポークというね、こう、線が入ってないように蓋をした、ホイールを作ったんですね。これ世界初なんですけど。で、これがですね、大ヒットしまして、その頃年収どれくらいあったかな、うん千万あったんですけど、当時の社長にね、特許を取れって言われたんですね。で、当時ね、若かったんで、そんなもの誰でも思いつくと。どうせ思いつくんだから、特許なんか取る必要ないですねって言ったら、バカだな、君は、と。君が思いついたものはね、将来すごく、ヒットして世の中で使われるようになって、特許でね、生活していけると。当時の社長はですね、真空成形というね、皆様もいろいろな場面でお使いかと思いますが、検尿カップね、パカッだとおしっこ取って提出する、あれの特許を取りまして、ずっと食いっぱぐれがないような状況になったんですね。なので特許の素晴らしさというのをよく知っている方だったんですが、なぜか当時の私は言うことが聞けず、そんなものはいくらでも思いつくと思ったんですよ。で、年を重ねてきてまいりまして、だんだんいろんなこと思いつかなくなってくるかなと思ったんですが、思いつきますね、今でもね。うん、今でもいろんなこと思いつくんですよね。こうしてみたらどうかな、ああしてみたらどうかなと思いつくんですね。何度もお話ししてるんですが、このクラシックギターのね、サドルと呼ばれる部分、これですね、まっすぐだといい音しないですね。ドイツにディエダホップという工房がございまして、それがここはですね、ここ若干アーチ型に削ってるんですね。これがね、アルペジオ、いわゆる分散音を弾いた時にすごくいいんですよ。何がいいかっていうと、一つ一つの音が分離するんです、ちゃんと。アーチ型に削ってないとね、音がぐしゃっとしちゃってね、こう、それぞれがこう分離しないんですね。これが問題でして、ドイツのディエタホッパーね、素晴らしく音の分離がいいんです。アルペジオ、ブルルルって聞くとね、一つ一つの音の粒がね、綺麗に揃うんですね。なので、私のギターはすべて若干アーチ型に削っております。はい。そういったことはね、思いついて、たら即行動、でこちらのギターはですね、サドル部分を変えてます。もともとはプラスチックのものがついていたんですが、ここをですね掘り直しまして、牛骨のサドルを埋め込みました。はい。そんなことできるのと思われるかもしれないですけど、できるんです。こう掘ってあげてね、パチって埋め込めるまでこうやるんですよ。ギターさん可愛いんですよね。こう、というか何でもいいんでね、布でこう拭いてあげる、拭いてあげる、ちょっと拭いてあげる、ちょっと拭いてあげる。楽器が汚いとね、みすぼらしいんで、
必ず拭いてあげる。拭き拭き拭きとね、拭いてあげるギターさんを。そうするとね、不思議と音が良くなる。これなぜかというとですね、基本的に塗装というものはね、ない方がいいんですね。バイオリンとか極薄塗装ですよね。はい。で、あのギターはやっぱりちょっと塗装が厚いんですね。吹き吹き吹きってやってる間に少しずつ塗装が薄くなってくるんですよ。なので吹くだけでね、音が良くなってくるんですね。ちなみにギブソンはですね、マーフィーラボというですね、マーフィー GG というやつがですね、ギターを凍らしたり解凍したりして疑似的にヴィンテージ感を出してるんですが、私は大嫌いです、そういう行為が。はい、あのエセ骨董品みたいなね、たまらなくですね、サブイボが出るぐらい嫌いです。私はですね、弾いてると自然とヴィンテージになっちゃいます。弾いてる時間が半端じゃなく長いから、あの私は何度かお話したかもしれないですけど、眠れない病気と、あと高次脳機能障害というね、3時間しか記憶が持たない人なので、どんなに嫌なことがあっても3時間後にあれ、なんか嫌なことがあったかなって忘れちゃうんで、いつもハッピーなんですね。はい、そんな私なので、ギターをやたらめったら弾きます。はい、で弾いてるうちにですね、ここの音がおかしいなとか気づくとですね、フレットをチチチチってすり出して、よくあの機械で計測してね、こうあるんですけど、あれダメ、うまくいかないですよ、やっても無駄です。あの人間の感覚でね、こうなんてこのフレットみたいなね、ちょっとここ違うなと思ったらゴリ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 ってやってるうちに音が整うんですよ。だからすごく重要なのは、スケール練習ですね。とにかくドレファソラシド、このこういう音階をギターさんに覚えてもらうことです。はい、こういうね、私は考えました。ドラえもん式スケール練習って言うんですけど、ダララ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 ラッチャッチャッっていうね、あ、大の大人がスケール練習しろって言われて、あ、そうですかって、こういう風に。バカバカしくてできないですから、これですね。飽きずにできるでしょう、飽きずにできることを考えるのは私たちの仕事なので、まあ、現在ね、講師のお仕事も、あとレコーディング、ギタリストステージには立たないんです、はい、怖いからをやらせていただいてますが、あの基本夜が遅いんですよ。今ね、シアミュージックさんでレッスンさせていただいてるんですが、終わった後、神楽坂のね、クラブで弾き語りをさせていただきます、ね。まあ、いわゆるクラブなんですよね。クラブといっても、あの、昔あった、ピカソとかね、クラブジャマイカとかそういうんじゃなくて、あの、お姉様ね、がつく、ガールズバーみたいなところなんですけどね、あの、やらしさゼロですよ。本当に健全に、あのお姉様たちがハハハハって笑いながらね、お社長素敵ですねみたいなね、その素敵ですねに嘘はないんですよ、と思って、すごいなと思って、で私が今までですね、受けたリクエストの中で一番これはどうなのかなと思ったら、あいみょんさんのマリーゴールドですね。僕が歌ってどうなのって思ったんですけど、意外と受けました。あ、男性が歌ってもね、面白い、いい曲はいい曲ですね。個人的にはあんまり好きじゃないかなと思うんですけどね。なんていうんですかね、僕らの世代でいうね、あ、僕はちょっと先輩とかはね、納得してもらえると思うんですけど、なんでしょう、吉田拓郎さんの焼き直しみたいなね。おー、離れないでと泣きそうな目で見つめるっていうね。なんかちょっと今時っていう感じ。
私が結構好きなのはやっぱりね、ハウスとかテクノなんですね。電気グルーヴかっこいいですよ。電気グルーヴ20周年、はい、おすすめします。電気グルーヴツッツクターンツッツクターン、やらなきゃいけないって分かってるんですけどね、できないんですよね、なんとなく。あと6日あるって思っちゃうんですよ、レコーディングまで。打ち込めばいいだけなんですけど、ピコピコって回してね、まあ忙しいっちゃ忙しいんで、なかなかできないです。というわけで本日の大人クラブ、お題はなんだっけなんですけど、ドラえもん式スケール練習でギターを楽しみましょうでした。はい、これはね、もうどのギターでもアコースティックでもクラシックでもどうでも一緒です。スケール練習重要です。で、この音おかしいなと思ったら、そこのフレットをグリグリグリってやってるうちに、ギターさんその音を覚えるんで、ギターさんすごく頭がいいんですよ。お供がいいんですっていうね。なので必ずギターさん覚えてくれるんだ。はい、ドラえもん式スケール練習、お家でお風呂上がりなんかね、練習しましょう。楽しくやりましょう。それではスタジオリバーサイドからギターさんの竹下達郎をお送りいたしました。 See you next time です。それではまた。